ちょっとさ、コメントマンジュー作ってたらさ、コメントマンジュー、いいね。どうですか？めっちゃ美味しい。すごいカリカリなの。そう、外がね、カリカリで、中にあんこが。結構ね、あんこ美味しいですしね。美味しいから。え、美味しい。なんかね、カリトンのカリカリ感がめっちゃある。さあ、ポカポカのハン…あ、グローブができました。ありがとうございます。また広大なティーシュグラウンドに来ましたよ。見晴らしが、いやー遠い。どうにかどうにか80台で上がりたいです。素晴らしい。よし、行きます。ちょっと左目に行こうかな。旗とラフの間ぐらい。あの土手っぽいですけどね、草の生えてる。ここの手前だと思う。うん。大丈夫？ちょっと見た目にやられてます、私。もういったー。オッケー。いい球。ナイスです。あ、残り3ホール。ちょっと私は完全に景色にやられてます。やっぱなんかこっちのコースって。関西、あのこの間北六甲もそうなんですけど、あのすごい距離があるように見える。あ、まああるのかもしれないんですけど、見た目がすごいこう遠近法で騙される。確かに周りの木もね短いんですよ。あの高さがなんかすごいこう宙に浮いてる感じ。はい、あ、ゴルピアがいた。いた？あ、お兄さん、はじめまして。あ、ゆうさんどうも。すみません、はじめまして、モルピアのヒロです。あ、よろしくお願いします。お世話になります。どうですか？すみません、ここで有様です。あっちですか？無理。はい。優勝インタビュー見ましたよ。あ、早ない。送ったよ、もう。早い、早い。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お世話になります。いいんじゃない？上がった、上がった。オッケー、オッケー。だいぶ駆け上がったよ。駆け上がったね。うん、駆け上がりました。おー、ナイス。あれ100の杭のとこ。うまい。ゴー。おー、ダメ。ちょっと右の方に外れました。あのグリーン右のマウンドの奥です。あ、みんなちょっと見えた。見えた。見えた。今キックしたよ。見えた。おー、うまいよ。オッケー。バーン。見えるね。バーン。結構右に。戻ってきちゃったよ。結構右に打たれたのか。ナイス。ナイス。曲がって。うまい。曲がんない。あ、切れた。わー、いいんだ。レギュラーティーは6400は長いですね。長いね。わあ、めっちゃ良くなってる。良かったですね。ありがとうございます。淡々としてきた。さあ、飛ばそうと思わない。うん。打ち上げてる。いつものリズムで。いやー、でもしんどいんだよな、長くて。おー、ナイス。ナイショ。力強い。
危ない。上がった上がった、うん、上がってった、うん、OKOKOK、ね、おー、上がった上がった上がった。入っちゃったかな。手前か、うん。水たまりです。乗った。ありがとうございます。あきら。ぐちゃぐちゃです。いやちょっと久々に今本気で打ちました。本気レディースティーだと、うん、まあなんか適当でもなんか80代前半で回れるなって感じがするんですけど、やっぱレギュラーティーこれぐらい距離あると一回ミスした瞬間にすぐダボになっちゃうので、うん、さっきダボ取ったから謙虚になって謙虚に本気しっかり打つっていうのすごい。このフェイスが泥だらけになりました、うん、ユーティリティがドロドロです。バンカーでございました。ゆうこちゃんがさっき言っていた湿っていて硬くてめんどくさいバンカー。頑張ります。よし、うん、あと小泉さん、次最終ホールですけど、はい、あ最終ホール、なんか言い残したこととか、うん、ラスト、えおチョコレートが使うの忘れてました。そう、はい、すいません、なんか一旦進みます、ね、はい、やったー。中東の中東のゴディバです。パッチです。パッチっていう、パッチで有名なチョコレート屋さん。はい、そうです。やっと中東でしか買えない。中東ですね。あと、うん、なんかマレーシアでも買えると書いてあります。イスラム系どう行くんですか。楽しみだ。どうでしたか。普段動画ご覧になってると思うけど、お二人はなんか緊張しますお二人とするの。全然そうなの。ちゃんとプレーをされてます。すごい頑張ります。いやいや旦那さんのとの共通の話題がこの動画なんて。あそうですね。やっぱお話しね。すごい会話のネタになってるって、ね、会話ネタになってる。嬉しいですね、夫婦円満の秘訣ってミンドルス。いやさっきのパーチャンスも逃してるからな。大丈夫、頭に230ヤードなんで旗の左を狙ってきます。あ、これゆっくりと思ってたね。おー、打たない。うわぁ、おーナイス、ドストレートだ。完璧です、完璧です、完璧です。わぁ、いいショットだ。なんかいい、めっちゃいいショットだ。これはいい感じ。ありがとうございます。旗の横、はい、あ、グッドポーズきた、グッドポーズきた。いいとこじゃん。めっちゃ飛んだ。おーっしょー。ナイスです。よいしょー。バカじゃん。
聞いた？まあ、当たったかな今ここに。当たりました。おいい音。おー、ナイス。ナイス。今のアイアンの流れで、うん、あのウッドを打つと、うん、ああなる。あけど前のアイアン重くいいままで、うん、あのウッドだとなんか打てるんですけど。あ、アイアンと合わせてるからってことなんだ。前の重いアイアンと。そう、前のそう重いアイアンに合わせてるから、その流れだったらあのウッドは打てるんですけど、アイアン変えたら今度はウッドが重く感じちゃうのか。重く感じたりはしないんだけど、なんかね返ってこないっていうか。今度はこの動画そのままつつさんに送っておきます。おいい音、照らってる気がするんだけど。ナイスワン。入れる。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。パー？あ、ダボ。ダボ。ナイス。おえって感じ。ああ。ピョって消えた。弱かった。ピョって消えた。はい、お疲れ様でした。そうです。